の時に比べるとなかなか厳しい状況ではありますけど、まあ、その中で来てくれるお客さんがいるので、まあ、僕らそれに応えるだけという形ですね。リューズヌードルバーブルオードビュー店、マネージャーの旬です。よろしくお願いします。朝起きて、まず出勤します。だいたい自分が出勤する時間の30分から1時間前をめどに着いたら、とりあえずコーヒー飲んでゆっくりしてさあ仕事っていう形で、時間になったらまず仕込みだったり朝の準備あるので、それをやって、だいたいそれが1時間半から2時間ぐらい作業あって、そのままお客さんを迎えるという形になっています。朝の作業に関しては、常に一人になるので、まあ、逆にその時間が僕は好きでもあり、なんかなんだろうな、なんていうんだろう、誰もいないし、なんか自分のペースでずっとひたすら仕事できるっていう形なので、意外と僕は好きですね。まあ、通常であれば、そこから3人4人と増えるんですけども、まあ、今はキッチンでは僕ともう一人とか、ちょっと少人数で回している形にはなります。やっぱり、お昼のランチタイムっていうのはやっぱりバッと来る時もあるので、まあもちろんその通常の時に比べるとなかなか厳しい状況ではありますけど、まあその中で来てくれるお客さんがいるので、まあ、僕らそれに応えるだけっていう形ですね。はい、1時半2時ぐらいまでになりますので、まあ、そこから今度夜に向けて、次の日に向けての仕込みを、そうです、ディナータイム入るまでに終わらせて、今度ディナータイムに備えるっていう形ですね。今の時期に関しては特に、昨年比というものがなかなか取りづらいものなので、どのタイミングでどんだけお客さんが来るかっていうのが読みづらくなっているので、それに対してのやっぱスタッフの人員の入れ方だったり、その仕込みの量だったりですかね、まあちょっとコロナ禍になってだいぶ続いたのである程度読めるようにはなりましたけど、まあ、その辺の難しさっていうのはやっぱりあります。鶏白湯専門になりますので、朝まずスープ炊き始めて、だから大体7時間8時間ゆっくり炊いたスープを次の日越して、鮮度のいいものを出しているので、鶏白湯ですととてもクリーミーでしつこくない脂っこくないラーメンになっているので、どなたにでも合うラーメンなのかなと僕は思っています。トロントの方はですね、クイーンバサーストの方にお店がもう1店舗ありまして、名前をリューズ、スナックバーで、やっています。もちろんラーメンの方はあるんですけども、一品物だったりっていうのを、もちろんそのラーメンに使う材料をそこに盛り込んだ、オリジナルな、料理もありますので、こちらの方は、バーということなのでお酒も豊富に置いています。機会があればぜひお願いします。日本の方はですね、新横浜のラーメン博物館っていう館内に、出店させていただいています。そちらの方は、まあ、基本的にはブロードビューにあるものからやってるんですけども、オリジナリティを加えて、まあ、盛り付けだったりとかっていうのを変えて、まあ、でもベースとしてはやっぱうちのラーメンを楽しんでもらえる場所にはなっています。今年からかな、まあ、新しく、社員としてひなのという子が新しく入ったので、おすすめのラーメンの方はひなのから紹介ありますので、そちらの方をご覧ください。こんにちは、リューズヌードルバーブロードビュー店のキッチンスタッフひなのです。よろしくお願いいたします。私のお気に入りのラーメンは担々麺です。リューズの売りのとてもクリーミーな白湯スープを使っていて、自家製の担々味噌も使っておりまして、エビ粉も使っているのでとても香りの楽しめるラーメンとなっています。はい、準備してきます。お待たせしました、こちらが担々麺です。こちらも自家製のレッドオイルをかけるんですけど、私このレッドオイルもすごいお気に入りで、いろんなスパイスが使われていてとても美味しいです。ではかけていきます。はい、じゃあいただきます。クリーミーなスープが絡まっている麺です。スープもトロトロです。はい、ぜひリューズヌードルバーに来た際にはこの担々麺をはじめ美味しいラーメンいっぱいあるので食べてみてください。